みんなこんばんは、わたからメルです。今日はね、こちらの言われた has been rejected やらせていただこうと思います。大変評判の良いゲームでして、手紙の内容を検閲するゲームだね。すごく端的に話してしまうと、どんな手紙でどのような検閲をするかというのは、おそらくゲーム内で詳しく説明がされると思いますので、早速やっていこう。6月21日夏至の日だね。じゃあ読んでいこうか。任命書。本日より貴殿を検閲官に任命する。我が国グルサナから西にある隣国のレスノリア公国に届けられる手紙を確認してもらいたい。現在我が国では極秘の案件が進行している。その内容をレスノリアに気取られるようなことは決して送ってはならない。どのような内容が機密に当たるのかは別紙の機密情報通知書にて伝える。なお、通知書の内容を他者に漏洩した場合、国内における機密情報の取り扱い及び保護に関する法律の第12条3項にのっとり、無期限の強制労働が課せられる。我らがグルサナに栄光あれ。なるほど。どのような理由でここにメルが仕事を任されたのかはわからないけれど、重要な役目かつミスが許されない立場かな、立場だよね。いつでも漏らしてしまった場合、メルが強制労働、無期限の強制労働をさせられてしまうと、おそらく帰っては来れないでしょうね。ではでは、どのような情報が漏洩に当たるのかというと、機密情報通知書。優秀な技術研究者であるヒューイット殿がグルタナ国立技術研究所へと赴任する。彼が携わる研究内容は本国にとって非常に重要なものとなる。そのため彼の赴任については慣行令が敷かれており、国内でもこれを知る者は数名しかいない。しかし何者かがこの情報を嗅ぎつけた可能性が浮上した。現在のところ情報が漏れたという事実は確認できていないが、まだ油断はできない。検閲官として手紙に上記の内容が含まれていないかよく確認してほしい。なるほど。意図しているいないに関わらず、これだね、ヒューイット殿がグルサナにいるということを手紙に記したものがあれば、それは省かなければならないということですかね。おそらく見ていこうか。親愛なる母へ、お元気でしょうか。こちらは変わらず健康に過ごしています。もう1年も顔を見ていませんね。息子もすくすく育っています。最近はやんちゃで少し手を焼いているぐらいです。早く母にも会わせてあげたいです。近頃はまた状況が悪くなっているようで、街には緊張した空気を感じます。不安なことも多いですが、母のように今度は私が息子を守り育てていきます。それではお返事待っています。マリーマリーさんがお母さんに宛てた手紙、近況報告だね。特に何か引っかかるようなことは書かれていないと思うな。大丈夫だと思う。ただマリーさんは早くお母さんのところ行くか、お母さんがこっちに、マリーさんとところに来るかした方がいいような気がするけどな。多分一緒にいた方が良さそうな気がしなくもない。わからない。でもやっぱりほら、こうやって手紙を送るぐらいさ、親しい仲だったら一緒に過ごしてもいいんじゃないかな。おそらく明日の命がどうなるかわからないような世の中な気がするし、ここ状況悪くなってるようで、街には緊張した空気を感じますってあるもんね。早く一緒に会って息子くんの顔を見せてあげて楽しく暮らしてくださいよ。お願いします。願っております。メルは。私の友達へ、元気にしてる？
あなたのことだから今頃風邪でもひいてるんじゃないかと思ってお手紙を書きました。私、昨日風邪をひいたところよ。学校休んでベッドで書いているから字が歪んでいても許してちょうだいね。学校でかっこいい男の子を見つけたの。ザックって言うんだけど、運動神経が抜群で男らしい子なのよ。ああ、でもクラスの女子に人気だから私から声をかけるなんてできないわ。ねえ、何かザックと仲良くなる方法はないかしら。あなたの友達、アレクシア。こちらも特に何もなさそうな気がするな。そっか、国境を越えて友人間であるってことは、なんだろう。そんなに、今はどうかわからないけど、きっと、仲良しだった国同士がね、そんな、国同士を自由に行き来できるというか、まあ、緊迫状態ではない時期があったんでしょう。今もそうなのかな？でも、手紙を検閲して、情報漏洩を防ぐ。いや、でも、そっか。まあ、別の国だから、そういうものなのかな？まあまあ、特に問題はなさそうな内容だったんで、よしでしょう。ちょっと薄い。見れるかな？イレリニア学院、ラルフ教授へ。いかがお過ごしでしょうか？私は今、グルザナ南部のラベートヤーカに来ています。グルザナには久しぶりに訪れましたが、涼しい風が吹いており、とても過ごしやすいです。さて、教授はヒューイットのことを覚えていますか？ヒューイット殿。教授が感心していたあの論文を書いた方です。もともと私は彼と面識があったので、その時のことが印象的でした。実は今日、そのヒューイットとたまたま出会ったのです。まさかこのようなところで再会するとは思わず、私も驚きました。今は何をしているかは話せないようでしたが、きっと素晴らしい研究に携わっていることでしょう。私も彼に負けぬよう精進したいと思います。ホイットに。これはアウトですね。まあ、意図していないことだったんだろうけど、グルザナにヒューイットがいるってことが書いてあるから、これは罰です。ごめんね、ホイットに。ちょっと遅れない。いつか話せる日が来たらお話ししてほしいな。来るんでしょうか、そんなことは。いや、きっと大丈夫でしょう。夢を応援してくれる君へ。お久しぶりです。お元気ですか？私は元気です。ちゃんと毎日トレーニングを続けて、君を驚かせるくらいに上達してみせます。君には今も感謝してる。これからもずっとずっと。あの日、私の背中を押してくれた君に私の声を届けられないのは残念だけど。いいえ、私の声をきっと君にまで届くように頑張ってみるわ。こちらの国と仲良くできるようになればきっと。最近は寒くなってきたので、体調に気をつけてください。夢追いにリグレット。やっぱり、そっか、今はあんまり仲良くないんだ。さっきは、あ、そっか、でも可能性としてはもともとこのグルザナで仲良くなったけど、片方の子がお友達が隣国に引っ越してしまって文通を続けてるってこともあるのか、というかそっちの可能性の方が高いか。なるほどね。あ、そっか。まあこちらの手紙に書いてある通り、あまりよくな、な、仲良くはない国同士なんでしょうね。内容も特に変なところはないかな。歌声、ボイトレしてるのかな。あ、頑張ってね、リグレット。メールもかけながら応援しております。ではでは、手紙を検閲し終えたみたいなので、読む終了しようか。お疲れ様でした。今日もありがとうございました。業務評価。重大な機密漏洩0件。不要な検閲処分0件。貴殿は業務を完璧に遂行してくれた。
我々は貴殿の働きに大いに期待している。引き続き励むように。我らがグルサナに栄光あれ。ありがとうございます。ぜひ昇給をよろしくお願いします。よろしくね。8月18日、ずいぶん時間が空いたね。またおそらく内容が変わっていることでしょう。2ヶ月も空いていたらね。機密情報通知書。国立研究所において新兵器開発につながる重大な発見があった。あー、なるほど。じゃあヒューイット殿は兵器開発のために呼ばれたのかな。そっかそっか。なおさらマリーさんは早めにお母さんのところに行ってあげてほしいね。この発見が実を結べば、本国は飛躍的に国力を向上させることができる。この兵器開発のためには大量の金属資源が必要である。そこでグルサナ国内のあらゆる場所から金属類を挑発することへとなった。他国に先んじるためにもこの研究について感づかれるわけにはいかない。金属類挑発の事実を手紙に記すこと、あるいは金属類の需要が高まっていることを手紙に記すことは固く禁ずることとする。検察官として注意を払うよう肝に銘じよう。なるほど、金属類に要注意だね。金属の価値が向上していることを手紙に書いてはならない。あ、リグレットさん、夢を応援してくれる君へ。聞いて聞いて、私ついに認められたのよ。今まで必死に続けてきた甲斐があったわ。これまでは小さなバーで暗いステージだったけれど、この間お店に現れた男の人が私の歌を気に入ってくれたみたいなの。どこかのお偉いさんの前で歌ってほしいって。その後はプロデューサーがついてくれるらしいわ。なんて待遇なのかしら。もちろんお金や地位が欲しくて頑張ってきたわけじゃないから、あなたに声を届けるためよ。夢がそこまで近づいてきたのを感じるわ。あなたに送るこの手紙もいつか直接会って話ができますように。夢追いにリグレット。もしかして移動できない？あ、じゃあマリーさん、困る。待ってる人がいる人は幸せになってほしいな。特にこれは大丈夫だよね。金属類の話も書いてないし、認められたっていうお話してるだけだし OK です。とはいえ2ヶ月で、そっか、運が良かったね。まあでもこれから彼女がどうなるのか、彼女かどうかわかんないけど、おそらく彼女でしょ。どこの人が私の歌を気に入ってくれたみたいって言ってるから、彼女が大きなステージに立てること、メルも応援しておりますよ。オッケーな手紙と、次、私の騎士様へ。イグナート様、いかがお過ごしでしょうか。徐々に気温も下がり、温かい飲み物が一層美味しい季節となりました。8月だよ。近頃、街の空気がよどんでいて、息が詰まってしまいます。それでもイグナート様とお会いしたあの日のことを思い出すと、今でも幸せな気持ちが蘇ります。イグナート様の熱い眼差しで射抜かれた私は、あなたのことしか見えなくなりました。イグナート様の透き通る声で囁かれた私は、あなたの声しか聞こえなくなりました。イグナート様の優しい手で撫でられた私は、あなたの手の他には握れなくなりました。ずっとずっとあなたのことをお慕いしております。ぜひまたお店にいらしてください。いつまでもお待ちしています。看板娘、ファンション。ラブレターなのか、それともまたお店に来てねの手紙なのか、どちらでしょうか。まあ、特に金属類のことは書いていないから大丈夫。イグナートさん。あ、でも、隣の国だからラブレターかな。前になんだ、まだ国行き来できた時代に来てくれた騎士様に
愛を伝えるお手紙。レスノリア公国カールソン商会の皆様、いつもお世話になっております。この度、昨今のグルザナにおける市場状況についてお知らせいたします。怪しい、これは。ここ最近、空気が冷え込んでまいりましたので、お召し物に使う生地の需要が上がっております。お待ちいただければ多くの取引が見込まれることでしょう。まあ布だから大丈夫。また今年は一部地域で土芋が豊作だと伝わっております。この季節、シチューや煮物に多く使われる食材となっております。お気に召しましたら、ぜひお取引をご検討くださいませ。なお、以前ご要望がありました金属類の食器については輸出制限がかかっております。ゆえご了承いただきたく存じます。それでは定期取引の際にまたお会いしましょう。マルコ商会グルザナ国境取引所レスナー。そっか、取引だから国境を越えてできるんだね。外部と関われるところだ。ですが、金属類の食器については輸出制限がかかっております。これは金属類に対して需要があるということが推察されますので、ダメです。まあ、直接会った時にそれはお話しくださいね。色付きの手紙2枚目だ。ダーリンへ。ラブレター多いな。ねえ、聞いて、ダーリン。また私の料理の腕が上がったって、みんなが美味しいって褒めてくれるのよ。でも私がご馳走してあげたいのはダーリンなの。訪ねてくれるお客様たちはみんな笑顔だけど、私の笑顔は作り物。だってあなたがいないから。最近新しく来た娘が看板娘とかチヤホヤされちゃって、もう呆れちゃうわ。若いからって何でも許されているのよ。お酒も飲めない。まだ子供だっていうのに。ダーリン、早く会いたいわ。私のことを本当に理解してくれるのはあなただけなの。二人で長い夜を語り明かしましょう。イグナート様。イグナート様を愛するデボラ。イグナート殿、ちょっといいかな。いや、でもこれはイグナートさんが悪いわけではないのかな。あまりにも魅力的な男性で、周りが惚れ込んでしまってっていうお話なのかな。まあ、とりあえず金属類のことは書かれていないので、OK です。OK ですが、看板娘、シャンファンって書いてあったもんね。そっか。まあまあまあ。それはお店の中でね、解決していただいて、よろしくお願いします。ピンクと紫で、可愛い色合いになったね。メモ帳？月と僕、一人ぼっちの部屋の中、窓から外を見上げれば明るいお空、きらめきがこっちおいでと誘ってる。だけれど僕は怖がりでこのお部屋から出られない。アンドリュー。詩的だね。この赤い線も気になるところだけど、なんか暗号とか当て読み、ひまあこだこ、えみきさこで。んー、違うね。斜め読みできそうなところもないし、月と僕って特に文字遊びもできないし、まあ、大丈夫かな。特に変なところはなさそう。業務を終了する。怖い。多分大丈夫だと思う。終了しよう。業務評価、重大な機密漏洩0件、不要な検出処分0件。よかった。あの詩は何だったんだろう。名前、誰々えって書いてなかったけど、誰に届くんだろうね。貴殿は業務を完璧に遂行してくれた。我々は貴殿の働きに大いに期待している。引き続き励むように。我らがグルザナに栄光あれ。ありがとうございます。ぜひね、昇給の方よろしくお願いします。10月21日、また番が開いたね。あぶり出しで文字が隠されているかもしれない。ライターを使って調査せよ。
機密情報を通知書。兵器開発は順調に進んでいる。このままことが進めば、我が国は大いなる一歩を踏み出すことができるだろう。特にどこかに戦争を仕掛けるとかではないのであれば、抑止力にはなるだろうね。すでに試作品が完成している。動作検証のため、遠方の島を利用して実験を行うこととなった。そのために試作品を島へと輸送する必要がある。10月30日の深夜に、グルザの南部にあるノボティ港より試作品を乗せた船が出港予定である。これは重要機密事項となる。心するように。また引き続き金属類の挑発についても手紙に書くことを禁ずる。10月30日、ノボティ港、船が出港予定。これがバレてはいけない。金属類についても引き続きダメ。了解です。よろしくお願いします。まあ、船関連のことが書いてあったらちょっと止まろうか。あ、これライターだ。ライターはどうやって使うの？あ、え？ああ、できた。お父様へ、お元気ですか？私は元気です。もちろん娘も。最近街中が物騒になってきています。銃を持つだの、持つなだの。この子の将来を考えると不安ですが、神のお導きによるものだと受け入れていくしかないでしょう。娘はお父様からいただいた雨傘を痛く気に入って肌身離さず持っています。最近はたくさん喋るようになり、雨降るのかなとどんより曇った空を毎日見上げています。今度、妻の命日は天気が崩れると聞きました。娘は妻の墓の前で雨にはしゃいでいるかもしれません。風邪をひかないように見守ってあげようと思います。あなたの娘を愛した男、ペリオ。ああ、そっか。まあでも、娘さんが生きていてくれるなら、頑張っていこうね、ペリオ。この、いい感じのお手紙に炙り出しがあると、とても嫌なのですが、捨てざるを得ないので。あわわ。ライターの使い方が下手。大丈夫かな？えいえい。特に何もなさそうだね。あった。ああ。ペリオの手紙はちゃんと届けるよ。何も書いてなかったよね。船の話と金属類の話はありませんでした。親父へ、ずいぶん久しく手紙なんぞ書いてなかったな。親父は元気か？酒はほどほどにしとけよ。実は俺に妻ができた。一昨年に知り合った相手なんだが、先月晴れてくっつくことになった。本当は親父には会わせたかったんだが、今はちょいと難しいからな。いろいろ落ち着いたら、その時に連れて行くからな。あと、やつ謝らないといけないことがある。どうも金属がいるとかなんとかで、親父からもらった飲みやら土やらの金物を根こそぎ国に持っていかれちまった。親父が大事にしてたもんだから、どうにかごねてみたんだが、兵隊さんが出てきちまってどうしようもなかった。本当に面目ねえ。ひとまず食いパグれたりはしてねえから安心してくれ。こっちも大変だと思うが、何かあったら手紙をよこしてくれよ、ゴードン。思い出の貴金属まで取られちゃうのは本当に嫌。ダメです。そんな政府は嫌だ。炙り出し行こう。まあ、炙り出しってぐらいだから、おそらく余白に出たりするんじゃないかな。そっか。大事なものを取っていくのはダメだよ。よし、大丈夫でしたが、金属を持ってかれてしまったことを書いているので、ダメです。ゴードン、ごめんよ。また、機会があったら、取られたことを言わないで、お手紙を送ってみてください。よろしくお願いします。お、リグレットさん。夢を応援してくれる君へ、私、後悔してるの。これまで頑張ってきたのに、それを全部台無しにしちゃった。この間、偉い人の前で歌を歌うことになって、テンションが上がっちゃって。でも、呼ばれていたのは私一人だけではなかったの。それでもよかった。私一人だけが目指している夢ではないもの。誰だって目指す理由があれば。だとしても、あんなハレンチの格好をした彼女たち一緒に並べられて、
耐えられなかった。私はあなたのためにここまで頑張ってきたのに。マスタングとか言ったかしら、あのギラギラした社長。いやらしい手つきで私に触ってきたから引っ張ろう引っ倒してあげたわ。倒しちゃったか。ああ、私はあなたの元で歌いたいのに。微妙にリグレット。大変まあ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 、でもね、嫌だよね。ちょっとあの、おそらくそういう目的で声をかけられたのかな。そこはやめて、なんとか逃げ出して、また次のパトロンや事務所を探して、いつか舞台に立って、あの、国と国をつなぐね、架け橋みたいな歌手になってほしいですね。ぜひとも。応援してるよ、リグレット。ママへ。はぁ、待って、あぶり出しやってなかった。リグレットがなんか、あぶり出し出たらやだな。しょ。操作がちょっと難しい。ああ、よかった。大丈夫です。問題ないです。ママへ。はい、ママ。元気にしてる？私、彼と一緒に、ウォーティーに来てるの。港の、なるほど、なるほど。さっきのね。港の近くの市場は珍しいものがたくさんあって見てるだけでも楽しいわ。それと港には見たことないくらい大きい船があったの。なんだか隠れたところにひっそりと止めてあったんだけど、もしかしたら新しい豪華客船かも。あんな大きな船に彼と一緒に乗れたらきっと素敵だわ。あ、彼とデートしたってことはパパには内緒にしてね。きっとまたいろいろ言われるだろうし、彼は本当にいい人なのに、パパの分からずや。ママもパパを説得するの手伝ってね、ナンシー。ナンシー、それ見ちゃったか。ママは、消されなくてよかったです。ナンシーが。ちゃんと生きて、こうやって手紙を書いてね。手紙は処分されるだけなので、大丈夫。大丈夫かな。後日、役人が、ナンシーの家に行って、そこで見たことは誰にも言うなよ、みたいなことを言ったりするのかな。それは嫌だな。まあ、でも、ちょっと船のことはダメ。豪華客船ではないので、ちょっと船のことをなしにしたお手紙をいただけてください。よろしくお願いします。依頼主様へ、この度ご依頼いただきました運勢をお知らせします。なんと、大凶。これはいけません。世界安寧のためにも救いが必要でございます。これほどの悪運、なかなかお目にかかりません。何やら争いの予感が見て取れます。それもとても大きな火種になりかねない。しかしご安心を。つきましては追加料金にてお払い用の儀式を取り行う準備がございます。必ずや吉兆へと変えてみせます。お払いについてのご連絡は別の手紙にてお送りさせていただきます。どうぞ今後ともご贔屓によろしくお願いいたします。占い師マチカル。この手紙は届けたくないな。詐欺では？そんな、だって直接見たならまだ信憑性が若干あるけれど、手紙のやり取りで運勢を見てるわけでしょ。それはもう何もわからないもんだって。何が大凶なのか、何を、おわあ、あ、出てきた、ああ、ええー、あら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 、すごい、ワクワクする。怪しい動きあり、登って行こう、10月30日深夜、よく調べたね。大正解。では、破棄させていただきます。よろしくお願いします。遅れないよ、ダメだよ、許さないよ。かわいい、かわいい手紙だ。ジョーメ、元気にしてるかな？僕はすごく元気だよ。けど、最近は父さんが勉強しろってうるさいんだ。嫌になっちゃうよね。この前出た、ジョージとカルーの冒険の新作はもう読んだ？今回もすごく面白かったよ。もう3回は読み直しちゃった。
特に途中で仲間になれるコロッサスがめちゃくちゃ強くてかっこいいんだ。今回のは絶対読んだ方がいいよ。あ、そういえばエルトシリーズは読んだことないって言ってたよね。ほとんど読んだやつだからあげるよ。もしジョージをまだ読んでいないなら荷物がそっちに着くまでに読んでおいて。朝。わあ、いいね。いい文通だ。なんか、ふわふわしちゃった。こういうお手紙のやりとり、本当にいいよね。仲良しだし。手紙は、メールにはない、細さが、魅力みたいなところはある。金属のこと、なし。船のこと、なし。炙り出しもなし。OK です。腰に被らないように押してあげよう。可愛いからね。はい。では、業務を終了しよう。お疲れ様です。ありがとうございました。業務評価、重大な機密漏えい0、不要な検閲処分0。えへへ。才能あるんじゃないですか？ぜひね、昇給を。12月13日。12月、2ヶ月ごとに進んでるのは何か意味があったりするのかな？機密情報通知書。いよいよ新兵器開発が大詰めとなった。市民には労働力として協力を仰いだことで、兵器開発はさらに大きく進歩を見せた。さすがにレスノリアも金属類の挑発に気づいたようだが、時間は十分に稼ぐことができた。貴殿の働きに我々は敬意を表す。なお、金属類挑発に加え、労働力の供出を求めた結果、一部の市民から反発の声が上がり始めている。一部にはレスノリアと連絡を取り、我が国に抗議する者もいるようだ。民衆の不満の声がレスノリアに伝われば、スケール好きとなってしまうかもしれない。事態が収束するまで、市民の不満を示唆する内容を手紙に記載することを禁じる。昨今は、真意を巧妙に隠した手紙を書く者もいるようだ。注意されたし。暗号がある、これは。強制労働かな。親愛なる先生、私のことを覚えていますか？私、学校の先生になることを決めました。学校を卒業してからずっと迷っていたんです。学校で先生の教えを受けていた頃、私は学校の外のことを知りませんでした。私の世界は学校の中だけで、導いてくれたのは先生で。見飽きた教室も黒板も今では恋しくて気づくと思い返していたんです。私が好きだった学校生活を新しく、私の生徒と共に過ごしていきたいと思いました。先生は、あの時のように私を応援してくださいますか？卒業生、リナリア。リナリアってお花の名前だっけ？いいお話だ。先生に背中を押されて、先生に憧れて先生のようになろうという。いいお話だ。特に不満要素はないので、よし。暗号も特にないよね。縦読みみたいなのもないし。斜め読みもなさそうだし、大丈夫。ティムへ。よう、元気にしてるか？俺は元気だぜ。神父の自信もまだくたばっちゃいない。お前が夢を追いかけて飛び出していってから、もう何年になるか覚えてるか？俺たちが育ったこの教会も、ただでさえ狭かった庭が、墓地が増えていって、もっと狭くなってるぜ。いや、俺が大きくなっただけかもしれない。そっちには、どんな風景が広がっているんだろうな。俺はお前がどんなところにいようと、羨ましいなんて思わねえさ。けどよ、マーシャが最近そんなことばかり言うんだ。お前と行かなかったのは、育児なしだったからってな。何を言われても、あいつの元を離れるなんて、俺にはできないからな。ティム、お前が楽しくやれてるならそれでいい。気が向いたら返事書いてくれよな。友人のダニー。いい友人だ。炙り出し忘れた。完全に忘れた。さっきの手紙、炙り出しだったらどうしよう。あんな感動的な手紙なのに。離れたところにもさ、こういう友達がいるって、いいよね。勇気が湧いてくるよ。何でもで、何でもできそうな気がするって言ったんだけど、そっか。今の政府は国民のことを考えちゃいない。こっちには来るな。
これは、まあ、残念ながら罰です。頭いい、これは頭がいい。では残念ながら見つけてしまったのでね。わあ何これ。あ、何セオミホルチ、セオミホルチ、なんだろう。読んでいこうか。私のあなた、いや元気か、あなたのことが心配でまた手紙を書いてしまってよ。あなたと初めて会ったレストランはもう更地になっていて、新しく工場が建つらしいんだ。また一つあなたとの思い出の場所が減ってしまうよ。今はまだ会いに行けないけど、この先必ずあなたの元へたどり着けると信じている。あなたの言葉で僕は本当の気持ちに気づいたんだ。次に会えるのはいつだろうか。僕があなたを愛しているのはこの先ずっと変わらない。無事に再会ができるおまじないをこの手紙にかけておくね。勇敢なる男、マコソニー。なんか隠してる。いや、でも、いや、こういう、あの、大仕掛けを見せておいて、細かいところに何か隠しておくというのは、とてもよくある手段ではあります。学校の持ち物検査あるじゃないですか。あれで、チョコレートを先生に見つからないように隠しておくために、わざと取られてもいいような、大きいおもちゃとかを、カバンの分かりやすいところに仕込んでおいて、で、先生がそれを見て、こんなもの持ってきちゃダメだぞって、おもちゃ没収されるじゃないですか。そしたら、もうその奥に隠したチョコには気づかないみたいな。のがあったんだけど、今の手紙は特に問題なかったね。こっちも、なんか、内容は、まあ、でも場所とかは違うのか。愛しの君へ、いや元気かい、君のことが元気、心配で、また手紙を書いてしまったよ。君と初めて出会った公園はもう更地になっていて、新しく工場が建つらしいんだ。また一つ、君との思い出の場所が減ってしまうよ。今はまだ会いに行けないけど、この先必ず君の元へたどり着けると信じている。世界の平和を取り戻したら、この無意味ないがみ合いもなくなる。それまで君には辛い思いをさせてしまうね。次に会えるのはいつだろうか。早く君のお父様にもご挨拶をしないと。僕が愛しているのはこの先ずっと変わらない勇敢なる男、マコッツォニー。マコッツォニー、女の子たくさんいるでしょ。で、いろんな人にこれを送って、好感触だった女の子と最終的に靴コードを持ってるでしょ。見通しですよ。文面、そんな書いてないし、君とあなたが変わっていたり、初めて出会った場所が変わっていたりするけど。そうだよね、こっちが公園で、こっちはレストランだもんね。ひどい男の人。ダメだよ、そういうのは。人の心をもてあそぶ人は、男でも女でもダメです。ダメな人です。アンヌへ、突然の手紙に驚かせてしまったかもしれないね。ふと君を思い出して懐かしくなってしまったんだ。まだ同じ学校に通っていた時、君には何度も助けられたね。学内発表の時に僕が緊張して話すことを忘れてしまった時も、君はさりげなくフォローしてくれた。あれは今でも感謝しているよ。あれから少し時間が経って、僕たちは離れてしまったけれど、君はどんな日々を過ごしているのかな。どんなに離れていても、この見上げる空はきっと同じだと思う。もし何か困ったことがあったら、できるだけ力になりたい。君からの返事を楽しみに待っているよ、フィリップ。これは愛の手紙なのかな？レターなのかな？でも突然の手紙に驚かせてしまったね。恥ずかしいからこれで書く。僕は君のことが好きだ。君はこれに気づくのかな？紛らわしいよ。絶対だって普通の手紙で火あぶりしないでしょ。他にはなさそうかな。ほう。ちゃんと全部出しておきますからね。アンヌちゃんが気づくように。
絶対気づくからね、これで。このまま出しますからね、メルは。良い返事がもらえるといいね、フィリップ君。ママへ。ママ聞いて。俺ついに優勝したんだ。これまでたくさんの冒険があったけど、ようやく一つの目標を達成したよ。いろんな地方を旅して、でもやっぱりこの国へ戻ってきてしまうんだ。そういえば、博士は元気かな。図鑑も完成間近だから見てもらいたいんだ。家に着いたらママの手料理が食べたいな。その時には新しい仲間も紹介するね。相棒もますます強くなって負けないしなんだ。次に何をするかは決めてないけど、やっぱり相棒とはまた外の世界へ行きたいと思ってる。あなたの息子、ラッシュ。あれはなんか、いろんなゲームの要素が入ってる気がするな。せやかな。優勝して帰ってきて、どならなく着いたらまた、どこか冒険行くんでしょう。楽しんできてね。あぶり出しもなし。いいよ。あ、でも、帰れないんじゃないか？お母さんが隣国にいるってことは、渡れないんじゃないかな？そんなことはないのかな？家に帰れるといいね。妻と娘、君たちが家を出て行ってから、もう831日が過ぎた。数えてるの、どうですか？やめるはちょっと、細かいこの1日まで覚えてるのがちょっと、いやでも、大切な人が離れて、いやでも家を出て行った、別れた妻と娘に宛てた手紙であるならば、本当にやめてほしいんだけど、仕方なく単身赴任等々で、別れて暮らしていたらそのまま帰れなくなってしまった手紙であるならば許容できるかもしれない。でも出て行ってからって書いてあるよね。ドロニア、君は出会った頃よりまして日々美しくなっていたね。私からのプレゼントの服もアクセサリーもとても似合っていた。流行に鈍感なパパだけど、どれにしようか選んでいる時間は至福の時間だったよ。今はどんな服装をしているのかな。どんな姿でも僕は君を見間違えたりしない。最近の街は物騒だ。変な男に騙されないように気をつけるんだよ。いいね。ああ、愛しい我が娘よ。君が家を出るときにこっそりとバッグに忍ばせた手紙には読んでくれたかな。物を片付けるのが苦手だったからまだ見つけられていないかな。四つ葉のクローバーを挟んであるんだ。きっとハッピーになれるからぜひ見つけてみてね。家族の大黒柱、どちゃくそ好き。そっか。いや、これは、事情が事情かもしれないな。お父さんが残って、奥さんと娘を隣の国に逃がしてあげたって考えるのが、正しいかもしれないな。だって、どちゃくそスキーさんだよ。それはもう、妻と娘のことが大好きで大切で仕方ないんでしょう。家出るときにこっそりバッグに忍ばせた手紙。手渡したわけじゃないのか。まあまあまあ、どうなんだろうな。あまり、別れた方々であるならば、あまり干渉しないであげてほしいし、いろいろな事情により、別れてしまったのであれば、まあ、定期的に手紙を送ってあげた方がいい。特にないね。大丈夫そうかな。ドチャクソスキーさん、いい名前ですね。父上、久方ぶりの手紙となります。相変わらずお忙しいとのこと、このグルザ生で届いております。この度エスノリア公国へ使者をお送りすることにいたしました。彼は私から見ても十分な実力者です。もともと国内での鍛錬を望んでいたんですが、私の元へ置いておくにはもったいなく、父上のお駒遣いにはちょうどいいと存じます。母上はお元気ですか？きっと父上のお体を案じていることと思いますが、母上自身も無茶をしないようお伝えください。
年の瀬までには生計を訪れる予定です。それまでどうぞご自愛ください。その名は歩け長男キリア。んー、師匠を送れるんだ。なんか情勢がよくわからないな。なんか偉い貴族の方だから特別に許されてるとか、それか商人だから国境を特別超えてもいいとかかな。どうなんだろう。エスノリアに逃亡する手配を頼む。ダメ。残念ながらちょっと手配はできかねますね。もう少し分かりにくい暗号をお送りくださいね。送るとしたら、お母さんへ。ぐねぐねした道のところに虫がいるのを見つけたよ。捕まえたけど逃げられちゃった。あとね、おっきい犬もいたんだよ。撫でたらふわふわだった。その後はみんなで公園に行ったよ。くるくる回る遊具があったからたくさん遊びました。アンソニーがびっくりしてて面白かった。でも絶望ができなくて残念。いつか逆上がりができるようになるといいな。今度はエミリーも一緒に行こうって言いました。雪が降ったら雪でウサギを作りたい。セシルにも雪でウサギを作ってあげようと思います。ビルより。はい、縦読み。全部ひらがなだったらまあ縦読みですよね。グルツァーナは腐ってる、抗議せよ。おー、子供が書いたように見せかけて、まあまあ。ごめん。普通に間違えちゃった。びっくりした。よかった、上書きができるやつで。ダメです、この手紙は送れません。お疲れ様でした。業務終了です。業務評価0件0件。優秀。いやー、メルは優秀ですね。私は検閲官として任務を全うしている。そうすれば家族を幸せにできると信じて。国からは上等な住居を割り当ててもらい、寒さに身を震わせることなく日々を過ごしている。メルが昇給を訴えたおかげですよ。しかし、この毎日は本当に続くのだろうか。祖国グルタナは少しずつ疲弊している。それに合わせて、軍屈の音が近づいてくるのを感じる。仮初めの平穏は、そう遠くないうちに破られるだろう。まあ、そうだよね。すべての情報が入ってきてる状態だからね。はてなはてなはてな。行ってみよう。何かしらの真実が明かされるのかな ?12 月25日、クリスマス。静かだ。エスノリアの内通者が連絡をするためには、合言葉が必要らしい。秘密裏に調べた結果、以下の手がかりを得た。これらが合言葉を知る鍵になるらしいが、一体何を表しているんだろうか。はい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 、今までの手紙にあったやつね。これも、なるほど、暗号だったんだ。ちょっと調べてきますね。はい、というわけでね、おそらくこちらが回答になるはず。合ってるかな。あ、合ってた。謎解きについてはおそらく皆様でやっていただくのが一番楽しいんじゃないかなって思うので、伏せても、いやまあでも伏せなくても、まあ見たらわかる感じではあるんだけど、これは1日目のポエムみたいなやつだね。まあ、この番号、数字が番号を指していると。番号というか言葉の何番目の文字入れようみたいなね。でもこれはこの星とこの星をつなぐ時に出た言葉、これはまあ言わずもがな。さっきの変な
2枚の手紙合わせて文字が浮き出てきて、で、この色を当てはめて、だね。まあ気になる方はぜひぜひ自分でね、やってみてくださいよ。白紙の手紙に、白紙の紙に手紙を書こう。手紙、ああ、鉛筆だった。え、自由に書くんですか？ああ、はいはいはい。失礼いたしました。ではね、全部書き終えたので読んでいきましょうか。私はグルタナ検閲官のグラハムと申す。こたびは帰国への亡命を嘆願しつく筆を取った。我が国は新たな兵器開発のために市民に負担を強いている。国民の暮らしは苦しくなるばかりだ。また私は家族を人質に取られたような状況で検閲官という職務を強いられている。しかし人々の心がこもった手紙をただ国の事情というだけで破棄し続けるこの職務は耐え難いものだ。そのような行為が容認されているこの国にもはや希望ある未来を感じられない。私は検閲官という職務柄多くの機密情報を持っている。これらを手土産としてどうか亡命を受け入れてくれないだろうか。合言葉は青き星が落ちる。ウルサナの国章である青き星を落とす覚悟はできている。色良い返事がもらえることを願っている。グラハム。というわけでね、メルではありませんでした。グラハムさんでした。いやー、なるほどね。最終的に自分が亡命すると。で、まあ、検閲官はメルだから、この手紙は難なくチェックできると。提出しようか。合言葉を記して大通書へ手紙を送った私は、家族と共にレスノリアへと亡命した。数々の機密情報を持った私は、厚遇を受けることになった。近く、レスノリアとグルツァナの間で戦端が開かれるようだ。疲弊しきったグルツァナにおそらく勝ち目はないだろう。これから時代は大きく動くことになる。進歩なくして真の平穏は得られない。このレスノリアという新たな故郷に希望ある未来が訪れることを願う。いやー、無事に亡命できました。言われたはずびんリジェクテッドが、言われたはずびんアプローブドになりました。Thank you for playing. いや、こちらこそありがとうございました。合言葉が、黒じゃない。ああ。合言葉が、青き星なの良かったですね。国章がずっと右下の方に出てたと思うんですけど。まさかそれもヒントになっているとは。ああ、面白いゲームだった。タイトル変わりましたね。言われた has been approved。受領をして、してというか、メールがさせました。あ、お部屋も変わってる。手紙もなくなってる。亡命後のお部屋だね。ああ、面白いゲームだった。謎解き要素もあり、判断力を問われるゲームでもあり、これが無料で遊べるなんて、なかなか信じがたいことではありますが、本当にね、誰でも無料で遊べるゲームになっておりますので、概要欄の方にね、ページも貼ってあるので、気になった方はぜひ、ご自身でプレイしていただいて、謎解きの方も、じっくりやってみてはいかがでしょうか。面白かった。では面白かった方、良ければ、高評価とか、チャンネル登録とかしていただけると大変嬉しく思います。X のフォローとかもね。またね、こういう面白そうなゲームがあったらやってみようと思っているので、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ではでは、ご視聴いただきありがとうございました。またからメルでした。また次の動画でお会いしましょうね。またね。バイバーイ。